皆さんこんにちは。こんにちは。ソロでですね、ちょっとチャレンジしてみようみたいな企画が始まりました。はい。今回からですね。で、今回は僕なんですけど、僕だけじゃなくて村井さんとかマミルトンもソロでやります。恐ろしい。はい。いつもね、初の降臨の時とか僕がなんか自分の家でやってたりするんですけども、あんなね、風呂上がりのおっさんのもあれ風呂上がりなんですよ、風呂上がりのおっさんの妄想動画なんて見ててもしょうがないじゃないですか。みんなでもめっちゃ観察してます。そう、あれね、怖いんですよ。これは自宅ですかみたいな、後ろの本棚になんかいっぱいなんか女性誌がみたいな。そう、僕のじゃないんですよ。で、今回は僕アスタロトですね、僕なんですけども、他の火の降臨でマミルトンとか村井さんとかやってもらいます。ソロで楽しみですね。でも私も、まあ、何回かソロでやってたんですか、ね、あ、そうか、マミルトンはやってるんだよ。前あのティーガーとかさ、そうですね、ファイヤードラゴンとかもやってたんじゃないですか。バタフライもやりました。バタフライもやりました。ありますね、そちらをご覧になってください。で、今回はマックスもある。村井さん多分初だと思いますよ。あの人がね、あのソロでどんなプレイするのかね、ベールに包まれてて何にも分かんないんですよ。普段なんかあれ使うらしいですかね、開国スクラッチ使って本当に使ってるのか気になりますね。あれでパーティー見たら全然違うのばっかりさ、俺使ってるって言ったじゃないですか。球団ですよ、気になります。はい、じゃあちょっと今回はアスタロトに僕がソロで行ってみます、はい、パーティーはこれですね、いつものやつにアンチダメージオール1体だけです、うん、ちょうどアスタロト火やから水パがね行きますね。そうです。で、確か分割ダメージオールの人が出てくるの、そうそう、あれロボットなので、ああ、なるほど、起きた掃除で壊せればなっていう感じです、うん、で、ね、それで壊して万が一出たとしてもなんとかゼウスで食い止め、あと、うん、の2体は重力アンチ重力バリアなので、うん、頑張って動いて倒す。しかもこの間タスカンされたバタフライ様がこのね、うん、3体全員タスカンしてますから、おー、すごい。これで、うん、多分負けると思うんですけど、行ってみましょう。行きましょう、行きます、はい、ドン。ここね、ギミック結構辛いんですよね。そうなんです。で、僕あんま挑戦してないと思うんですけど、多分ね、ボスに行く前に死んだこともね、何回かあると思うんです。だから全然ね、安堵した感じではいけないですよ、うん、ちょっと、うん、よくわからなかったぞ今のショットは。で、まずレチリを行って倒しましょうか、頑張ってね。はい、はい、ちょっと近いですけど、うん、あ、でもそんな食らないのか、分割ダメージ出ましたね、いきなり。で、ソロだとそうなんです、マルチと違ってステイできないんですね。なのでちょっといつもより手の震えがですね2倍ぐらい。しかもこれ集中されるんじゃないですか、ギリギリなところ、ギリギリはないです。危ね、危な。これね、動画見てくれてる人のほとんどがソロな人多いですからね。と思いますよ。で、ゼウスのおっちゃんなんですが、ゼウスのおっちゃんは、よそのゼウスのおっちゃんじゃないですか。そう、僕のじゃないです。えい。近いな。でもそんな食らわないんだな。で、ティーガーは、横間でいいんですけど、なんかずれるときあって怖いですよね、うん、大丈夫ですかね。なんか鉄球がね、当たり判定結構確かなかった、あれね、怖いんですよあれ。え、爆発めっちゃ食らった、なんか結構早くもやばい気がしてた。こんなに僕たちは彼女に近づいていていいのだろうか。すごい、取り囲んでますよ、うん、まあ、行っちゃいますよ、はい、これは食らわない。で、次はまた、そうか、バトル1だと調整も何もできないですからね。3番目に来るんですね。3番目で来ますね。だから沖田さんで始まればいいのか、ティーガーで終わったらちょうどゼウスのおっちゃんに、まあ、次とは、次一緒とは限らない。まあそうですね、まあ何も倒せないでしょうけど、回避でいいですかね。
全部全部ビットン全部ビットンかよ。ビットンボロボロ。ちょっとレチェリに当てるとかしてくださいよ。しかも攻撃一定し。どうしようかな。ハートは取らなくていいか。ハートは取らなくていいな。ハートは取らなくていいな。ハートは取らなくていいだろう。取るチャンスまた次沖田さんもありますよ。うん。で、うん、ティーガーでボスの攻撃来ないから多分大丈夫ですよね。ずれなければ。すげえ。え、今僕すごい怖かったんですけど。なんか上目に行ったのかなと思って。よし。で、ハート取りましょう。うん、結構僕アスタロとは多分そんな勝ててないと思うのでかなり緊張しますね。やり慣れてないと、やり慣れてないと無理、ね、これダメだな。ビットンを超えちゃうとダメなんだ。あの鉄球はどうなんですか。天宮さん当たんなかったですよ。確か当たんない、うん、本当だ。ほら前これ全然当たんないじゃん。そう、なんであの鉄球はっていう。あの鉄球ハリボテ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 でももうちょっと当たるでしょ。ひどいなあ。あれ当たると思って計算して打った人痛い目に遭いますよ、うん、おわあ残った。あ、でもハート回収するタイミングがねできてよかった。そうか、あとターンも調整できたらしたいですからね、うん、ちょうどこのティーガーで倒せば。でもなんかねどっかで2ターンで来るときあったと思うんですよね。だからはい、そっちのハートも回収できない。でもまあまあ回復するんじゃないですか。 HP 高いですね。9万2000。あ、カメだ。ほっとしますね。うん、ほっとする。今すげえほっとした。で、ゼウスがね、あと17ターンもあるんで、貯めたい、結構貯めたいですね。30ターンもありますからね。他の3体もすごい長いんですよ。あ、長い、短いんですよ。で、女王様は準備 OK です。もう、いち早くね、もう部下に任せるタイプじゃないですから、あの女王様。ガンガン、もう自分からも行ってか。で、下の人を倒しましょう。よし。で、あとは適当に何ターンぐらい やろう。全部ためあれか、アスタロトってなんか亀出なかったらバトル2で来るみたいな感じじゃなかったでしたっけ。亀出なかったわ。亀出た、すぐ、いや、すぐボスみたいな。ちゃいましたっけ。なんかそリリスでしたっけ。なんかどっちかすごい早くなかったですか。早かった。ということはボスが来る可能性もあるので多分貯めた方がいいんでしょうね。あと12ターン、うん、しかも砂時計をゼウスさんに貯めちゃうので、あ、全部貯まればいいのかな。うん、そう、マックスまで。ティーが動けないです。あもうダメじゃん。クソ。これなんか逆にティーがストライクショット打っちゃうとか嫌だ。あ、でもいや普通に行くわ。普通に行きます。あ、え、危ない危ない。ゼウスの先なんで取っててもね、カメ倒しちゃいそうですよ、ね、うん、え、なんであんな食らったんですか。ビームを食らいました。あんな食らうの。オキラさんとバタフライの。え、そしたら多分この人ジョーさんのやつも当たるよね多分。そこのそこバッテン大丈夫、ずれる。え、でもこれ、わかんない、どうしよう。なんか倒しちゃう可能性が高い。これボス来んじゃないですか、もう。来た。でも気持ち貯めといてよかったですね。30ターンが9になったから、うん、よかったよかった。で、どうな。3ターンじゃダメか。で、ずれちゃいました。ティーガーのターンに。そうですね。でここは多分うまくやればハマる、ハマると思うんですよね。行ってみましょう。あ、でもいやーダメですね。で
友情コンボそこそこ食らえますね。あやめろ、痛い。でハートは結構出てますね。これ横の方がいいかな。横行きます。はい、お、あ、いいですね。なんかいいんじゃないですか。頭のとこする感じ。うわーすげえ出た。でただここで良かったですね。他の位置だったら結構怖かった。あ、でもストライクショット使えば逃げられますね。でもできるなら使いたくないです。使いたくないですね。あ、でもこいつ短いんじゃない。16ターンだから、まあ普通に行きますか。どうしようかな。下しか行けないの でちょっとあのロボット攻撃したいですね。このぐらいでいいかな。おー、あー、でも倒せない。アスタルトにもなかなかのダメージを与えたんですね。でもハート育ってるけど取りに行けないですね。今取りに行けないですね。これでこいつを倒しちゃえば。そっか。ええ、アスタルトさんも倒した。ええ、でも大丈夫でした。あ、大丈夫、うん、ハートを取ったんですね、上の。なるほど、うん、プラマイゼロみたいな。よかった。でもそんな属性的にそんな食らわないんですかね、うんうん、まだ取らない。ただ属性でも、うん、今ハート取ってなかったら。いや、結構食らってたよね。なんか最近の降臨でも反対属性でもめっちゃ食らうのありましたよね、うん、確か。このあん、え、分割ダメージウォールのダメージがチュッチュッって結構食らってた。そうですね。しかもあれですよ、あの変わってなければなんですけど、分割ダメージウォールの方があのスレスレの時に食らうのが多い気がしてて、確かスレスレってあのこうやって出てる時にこの辺をやった時に、なんか通常のダメージオールだったら食らわないけどこれは食らうみたいな。ちょっとメラメラ炎がちょっと強め強めなんじゃないですか。あ、倒せなかった。あ、でも超ターン調整1個前だった、もしかして。さっきので倒してれば。そう、ただ3ターンかは分かんないですね。多分2と3なんじゃない。あのロボットと、うん、あのビットン、どっちかが3でどっちかが2なんじゃないですか。2だったらちょうどいい。あ、いない。あ、いる2と3ですね。で、どうしようかな。普通にこの辺倒しておきますか。殴れ、よし。で、ゼウスはどこに行こう。ちょっとこいつをどけさせる、うん、おお、すごい狙い通り。ただ全部食らったけどねくそ。で、これは横ら辺をカンカンしときましょう。横のやつ、あ、そっちか。でも、まあいいんじゃないかな。あ、こういけばいいのかな。よし、ちょっと近いけど。ロボットキラー万能ですね。ロボットキラー L ですからね、この人ね。あと攻撃力もね、2万ぐらいあるんですよ、確か。なのでそれの 2.5 倍なわけでかなり強い。で、属性も今回あれですから。で、抜け作先生を倒します。あ、倒せないか。もう、あー、倒せない。あの爆発が痛いんだっけかな、確か。これでいいかな。いや、いっちゃえ。あ、ハート出ろ。よし、でティーガーですか。スローシュット打っちゃいますかな。あのハートちょっと育てたいですね。育てたいよね。で、あの攻撃が何かっていうのは非常に気になるんですけど、打っちゃいましょうか。結構ね、打つのありだと思いますよ。参ります。で、下のロボに当てられそうにないのでこれで当たるかな。怖いからやめとこう。
行きます、はい、ドン。どんぐらい行くんだ。半分いくか。あ、結構行ったじゃん、うん、で これどうしようかな。これどうしようかな。これえ？でも今緑ゲージってことは、あ違う、水色ゲージってことはあと2ゲージ。2本ありますね。順調だった。今のハートを取っていれば生き延びたのか。でもあの爆発って確か多分無理じゃん。しかもハート取れなかったよ多分。どうしようかな。もしコンティニューせずにやり直すのであればパーティーを変えるのか否か。このまま行こう。このまま行きましょう。はい、というわけで皆さん、先ほど私は、倒されましたけども、でゲージ的にですね結構初めの方なので、最初からやるっていう選択肢もあるのかもしれませんが、もしかしたらね時間かかりすぎるかもしれないので、僕はですねオーブの力を使ってコンティニューしてしまいます。コンティニューできない戦いもありますからね。あるんです。できる戦いはもう使っちゃいましょう。はい、でよく言われるんですけども、そんなねそこまで上手くないからね。いきますよ、コンティニューしますよ。はい、いやここは難しい。でコンティニューしてね勝てるかもよく分かんないんですよ。でどうしようかな。普通に行くか。普通に行こう。待て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 。あ、そう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 。ちょっとね、あのテンパってきてますね、もうね。あの撮影になるとね、テンパるから。いきます。止まった。で、あ、そうか、今ハート出ても全然嬉しくないんだ。普通に欲しい時に出ない。そうですね、普通に倒しに行きますね。で、あわよくば回復してください。しゃ、しました。概要が取りました。しゃで、ゼウス始まり、あと2本、うん、配置はどうなんだ。アスタロトって世間一般的にはどういう、あ、どういう評価をされているんでしょうね。強いのかな。スター自体の強さですか。いやいや、この難易度、降臨の難易度強いんじゃないですか。ですかね、うん、ギミック出すぎじゃないですか。あと重力バリアとアンチダメージウォールじゃない、重力バリアとダメージウォールが一緒に出るなんて、うん、もうここベルダンディしか置いてないっす。僕ベルダンディ持ってないっすからね。持ってないです。どうしようか。お量は持ってるけどお量緑だったら使えないからね。あ、検証コンボ出した方がいいな。しこ、うん、あれあれあんま進まなかった。でこれでゾンビとあいつを倒す。あれ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 、でもでもでも結構、あーゾンビー、でも仕事しちゃう。大丈夫、セーフ大丈夫大丈夫、セーフセーフセーフ。上のやつは仕事しちゃいますね。そのダメージウォールの方を復活させなきゃいけないな。これは多分しないっしょ。本当ですか。する、分かった。左のしたらしたら結構ほら今ダメージウォール食らったし。あの高さで食らうんすか。食らいます。来たよ。あ、でも大丈夫大丈夫、ゾンビじゃないから大丈夫です。で、ゾンビを倒す。ガイド出てる、ナイスナイス、ナイス機能しゃ、はい、で、これこのダメージオールはゼウスで問題ない、うん、というわけでどうしようか。うん、困った。こんな感じでいきます。おお、いいダメージを与えたかな。結構うん、でここは縦、えい、あーやばい、あ危ない危ない危ない、
危ない危ない。ただもうちょっとやばいかなと思って、これはちょっとこんぐらいで。あれ、あれで死んだんですか、僕は、多分。あれは何なの、白爆発？近くにいた方が食らうんですかね。そういうわけじゃないのかな。やべ、死にそう。あ、ハート出てきた。危な。危な、もう取るしかない。取んなくて大丈夫かな。あいつなんだっけ、ホーミングでしたっけ。ホーミングです。ホーミングじゃ多分死なないんじゃない。16,000。一回待っても、でも黄色なんだよね。なんない。あ、でも左下のやつを倒し、倒す、倒す、倒せない。倒せない。おーい、おーい、そうですね。ハート出てきた、左上。じゃあもう取んないとダメですね、もうね。こんなん取っても生きてられるかよくわからない。ただ T が結構 HP 高い。えい、下のやつを座って耐えろ。これは耐えるでしょ。そうか。あ、でも半分食らったよ、何気に。あ、これさ、え、沖田さんで取るのなんかすごい。そうですね。ただボスの攻撃来るんですよね。あの位置は何だ、分かんない。見ますか。見よう、見ましょう。お願いします。28,000 ありますけども、攻撃によっては、もうマイマイが書いた記事の方に出てますね。これは第2ステージ、第2じゃない、3。第3。あ、でも全部一緒で、上に書いてある、それで統一、同じで。あ、これこれこれ、あ、そう、これ全部一緒なんすか。右下、下メテオ攻撃。え、メテオ強いんじゃないの。メテオは13,000から20,000。え、違う、メテオ20,000弱って書いてあるよ。本当だ。あ、でも20,000弱だったらハートを取っとけば保険になるんじゃないですか。取っとく、取る。取んない。2万弱って耐えるんじゃん。マミノトさん、2万弱っていうのは常識的に考えて25,000よりも下ですよね、多分。うん、っていうか2万弱ってことは2万超えてないんじゃないですか。2万に達してない。難しいな。2万超えてるなら2万強じゃないですか。 OK、 行こう。じゃあ、ハート取らない。ストレクショット打っちゃいます。それもそれでありですね。ただ多分倒しちゃうんですよね、そうすると。倒しちゃいますかね。あ、倒さないかな。起きた弱点にあって多分70万ぐらい出るぞ。マジか。あああああ、どうしましょう。ストライクショットだ。あ、いってドン。ストライクショット倒した。でもなんかこれで死にはよかったんだ、ステージクラップで。あんなちっちゃいハートよりない。そうですね。あれの3万ぐらい回復するから6万ぐらいいくんですか、多分。よし、でこれラストですよね。もうストライクショット祭り。ただこの女王様があいつに当たらないか不安でしょうがない。もうちょっと下でもいけるか。ここで撃ちますよ、はい、いくよ、ほら。よし、ゼウスだ。よし、ゼウスだ。これ下から行ったら多分行けないですよね、うんうん、あの、あいつにも当てたいなと思って。そうですね、多分行かないよね。行かなさそう。重力バリアで多分、1回、2回、3回ぐらい食らいますもんね、うん、無理だよね。ギリギリ手前で止まりそう。無理だ、こう行こう。レチレを倒す。倒してもゾンビに復活させられちゃうけどね。行きます、おっちゃんの雷。
やっぱよかった。しかもめっちゃ考える。あれ OK OK いきましょうちょっと響きだけどね、ちょっと響きだけどね、ちょっと響きだけど、ちょっと響きすぎじゃない。やばい、悪夢だハートが出てきた。ハート出てきたけどどうしようこれ。右上は、右上なんすか。拡散弾です。拡散弾、じゃあそんな食らねえな。いっちゃえ。あー、なんていうこと、なぜなぜ。あー、危ねえ。これちょっとやばいんじゃないですか。結構今はストライクショット使えばよかった絶好のストライク。ただただここでカンカンしましょう、はい、一番下って何ですか。攻撃左下、左下は爆発死ぬんじゃね、死ぬんじゃね。このターンさえ壊ればゼウスでハートを取れる。死ぬんじゃね。2万5000ですよね。爆発はでも1万3000から2万、1体につきでしょ。あ、そっか。あ、でもそれ白爆発か。え、普通の爆発はどうなの。普通の爆発についてでもクイーンバタフライさん今上にも下にもあんま行けないんですよね。あ、立て替えすればいいのか。あ、そうですね、うん、やっべ悩んできたえ立て替えで下に返す。立て替えで離れる、離れれば。お、来た。お前はなぜそんなとこにいるのだ上に乗っちゃった。そうか、沖田さんいること考えるとそこでカンカンして近くに留まるよりは逃げる。ただ立て勘してそこ下に行くかよく分かんないぞ僕。そうですね、上地に左下に入る。あ、なるほど。あ、それいいんじゃない。いけます、すごい微調整が。いけるいけるいける、いけるいけるいける、いくよ、はい、ほら、あれ、あ、でも離れたんじゃない。離れた。爆発食らうな。めっちゃ食らった。起きた掃除が2万ぐらい食らってましたね直撃したんですか。やばいですね。ソロプレイは辛いですね。我々のこれクリアしてましたっけ。あ、してないんだ、してないんだ。多分濃厚はしてないんじゃないですか、うん、めっちゃ強いみたいな感じがありました。まあここまで来たらコンティニューするしかないですね。わかんないです、さっきの方法もね。まあこれでコンティニューしたからといって彼女が落ちるのかは知らないんですけれども、行きましょう、コンティニューします。二つ目貴様許さんぞこれさ、なんか装備とかないから巻き込むとこないからダメージそんな増えないのかな、ゼウスのストライクショット。あ、そういうのがあるんですね。あるんですよ、なんかあのティーガーとか、なんかティーガーはよく言われてんのはあの右エールストライヤーとかも、この甲冑みたいなやつですか。エールストライヤーは分かんないけど、ティーガーとかはなんか右上のとこに入れるとなんかすごい巻き込むらしいんですよ。ダメージ相当出るっていう。だからそこに打たなきゃダメだぞお前はって言われて、すいませんって言って、ストライクショット。そのティーガーさんの我が力の糧となれ。しょうがない、ティーガーは非力な。ああ、何これめっちゃ食らってんじゃん。やばい、これ中から打ったらどこに当たるんですか。どこに当たるんですか。その場でとどまるんじゃないですか、もしかして。行ったれー。打つんですか。一応左下のハート取っちゃわない。大丈夫、倒せる、倒せる、いける、起きたを信じる。あー、危ない危ない、今の減り方が危ない、怖かった。あ
強いっすね。強いっすね。オーブを2つも使ってですね。石と多分亀ですよ。しかもお金。OK。我々なんてこんなもんですよ。僕なんてこんなもんです。動画になるとなんでこんなにもなんか普段の普段もそんなねよくできてない。本当ですか。うん、はい、というわけで、地獄のこれはロンドでしたっけ。まさに地獄でしたね。地獄でしたね。地獄絵図でした。アスタロットにですねオーブを2つも使ってしまいました。お疲れ様です。 ありがとうございます。皆さん、もう頑張ってアスタロトに勝ってください。さよなら。明日マックスのソロです。明日マックスさんですか。お楽しみに。さよなら。皆さん、ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方は、チャンネル登録を。ニコニコのマックスムライブでご視聴の方はお気に入り登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。